いても何も出ないよ。余裕余裕。おい来た。ほら来い。ことでも余裕余裕。私の番ね。やめるな。俺の番だら。大丈夫だな。やる気か。やるんだ。よし。やんのか。やめんな。よし。行くぞ。ありがとうございます。あ、いえ。え？あの。いや。お。仕事すっか。手加減しねえぜ。よし。逃げるなら今のうちだぞ。俺の番だ。してみろ。
だ。一つ上の男。任務完了。うわ、この顔っていつ見ても不気味よね。何なのかしら。あれ、俺この顔に見覚えあるぞ。嘘だろ。いや、どっかで見た顔なんだよな。割と身近にそっくりな人がいたような。あ、足立さんだ。ああ、ふざけんなよ。俺はもっと爽やかだろうが。でも足立さんにしてはちょっと神々しすぎない？そう言われるとそうだな。悪い、足立さんじゃなかったわ。切れていいか。おう。ええ。よう、さっちゃん。一人で飲んでた。まあね。何か悪いの？一番も座ったらどう？どれ、なんか機嫌悪いのか？そうね、ちょっといろいろあって。はは、わかったぞ。さっちゃんがママをやってるキャバクラでトラブルがあったんじゃねえのか？あら、店の女の子たちは私が完璧に教育してるって言ったでしょ。トラブルなんて無縁よ。そうは言っても経営者だった野々宮さんが亡くなって雇われのさっちゃんが舵を取らなきゃいけねえ状況だ。トラブルと無縁ってわけにはいかねえだろう。あんたって察しがいいのね。確かにお店の方は細々としたトラブルが続いてるわ。でもどれも私が火消しできる範囲のことよ。じゃあ機嫌が悪かったのは？妹の菜の葉のことよ。菜の葉がどうかしたのかよ。なんかあったのか？うちの家族のことどこまで話したっけ。私結構ベラベラ喋っちゃったよね。菜の葉と親父さんに口出ししすぎて喧嘩別れした。7、8年前に。何が喧嘩の原因だったかは話した？ああ、確かさっちゃんが菜の葉に悪い男と別れろっつったからだ。コンサル会社やってるって彼氏だったよな。そう、そいつは桂川ってやつなんだけど、どうやら今も菜の葉といるらしいの。へえ、じゃあもう長い付き合いじゃねえか。真っ当な相手なら口出さないんだけどね。桂川は清流会にも出入りする半グレでさ、いつもそばに用心棒を連れてるような結構ヤバいやつみたい。
元暴走族上がり。私も家出をして少し経ってから噂で聞いただけなんだけど。菜の葉にとっちゃやっぱり悪い虫だったわけか。さっちゃんの予想した通り。どうかな。今うちの店の女の子たちに実際の桂川がどういう男か確かめてもらってるとこ。落ち着かないけど、その報告を待つしかない。だから今日は機嫌が悪かったってことか。なるほどな。でも一番に話して少し楽になったよ。ありがとね、声かけてくれて。なんだよ、このくらいのことで。水くせえな。よ、足立さん。おう、春日、一緒に飲もうぜ。今日は俺がおごってやるよ。お、珍しく景気がいいじゃねえか。今月の送金も無事に終わったからな。マスター、とびきりうまくて驚くほど安い酒くれよ。無事に高志君に送金できてよかったな。それに今日はこいつが届いてよ。たかしからの手紙だ。これが月に一度の俺の楽しみでな。おお、よかったな。もう読んだのか。いや、これから開けるとこだ。司法試験合格の知らせが書いてありゃいいけどな。早速読んでみようぜ。山田様へ、今月もお金を送っていただき本当にありがとうございます。笑うところか。山田さんって名前がな。仕方ねえだろ、俺は資産家の山田を名乗ってんだから。ほら、続き読むぞ。僕は今年の司法試験を間近に控え、慌ただしい日々を過ごしております。だってよ、司法試験はこれからなのか。今年こそは頼むぞ、高志。続きはなんて。突然ですが、山田さんにご相談があります。先日僕が自転車に乗っている際、止まっていた車のバンパーをこすってしまいました。それはとても高級な車らしく、車のオーナーから100万円の修理費を請求されました。今の僕にとてもそんなお金は用意できません。山田さん、どうか貸していただけないでしょうか。弁護士になった暁には必ず返します。だってよ。っておい、どういうことだこれ。バンパー修理に100万。俺に100万なんてあるわけねえだろ。そもそも気軽に貸してくださいなんて額じゃねえぞ。んなこと言っても、たかし君は足立さんを資産家だと思ってんだろ。そりゃそうだけど、現実の俺は金なんてねえしよ。どうすりゃいいんだ俺は。俺なら金がねえって正直に高志君に伝えるけどな。それじゃ資産家じゃねえことがバレちまうだろ。金がねえ資産家もいるんじゃねえのか。それじゃ資産家じゃなくて無産家だろうが。まあ俺なら出たとこ勝負で正直に言うって話だよ。お前のメンタルが羨ましいよ。100万円か。どうしたものか。ん？あれ？どうした？ちょっと冷静に考えてみろよ。バンパーの修理に100万ってのはいくらなんでも高すぎると思わねえか？確かに安い軽自動車が買えちまうな。ひょっとするとこいつは詐欺の可能性もあるぜ。詐欺？なあ、わざと狭い路地に車を止めて誰かが擦るのを待つんだ。そんで言いがかりをつけて金を踏んだくると。確かにありえるな。たかしは勉強ばかりして世間知らずなところがあんだよ。車のことなんて何にも知らねえだろうしな。そこでだ。
足立さんが車のオーナーに直接会うってのはどうだ。示談交渉って名目だよ。なるほどな。そんで相手が詐欺だったらこっちのもんだ。力ずくで修理費を取り下げさせてやるぜ。春日に相談して正解だな。サンキュー。いいってことよ。早速高志に手紙を書いてオーナーの連絡先を教えてもらうよ。ふん。なんとか大ごとにならずに済みそうだ。でも完全に安心するには早いぜ。なんでだよ。世の中には信じられねえくらい高い車もある。高級スポーツカーの限定モデルなんかには何億って金額のやつもな。もしも隆君がこすった車がそんなのだったら、バンパーだけで100万円ってのも詐欺じゃねえかも。待て待て待て、そんな車は滅多に見るもんじゃねえ。絶対詐欺だ、間違いねえ。あんまり楽観的に考えるなって話だよ。楽観的？ポジティブ思考って言えよ。さあ、嫌なことは酒を飲んで忘れるぜ。マスター、強めの酒をくれよ。つけて頼むよ。おう、ナンバー、その後レジェンドモルトの件はどうだ。ここんとこずっとカウンターを観察してんだけどよ、この店ほとんど客が来ないだろう。まあマスターが趣味でやってるような店だからな。ウサギを頼むのは足立やさっちゃん、俺らの身内ばかり。ってことはだぞ、このまま放っておいてもレジェンドモルトを頼むやつは永遠に現れねえ。俺の悩みは取り越し苦労だったってことだ。そりゃ楽観的すぎねえか。マスターだって誰も飲まねえ酒を仕入れたりしねえだろう。いらっしゃいませ。うん、なかなか洒落た店構えだね。お客さん、うちは初めてですか。ええ。ほら、ちゃんと客だって来るしよ。一元なんて珍しいな。ある小塚からこの店の噂を聞きましてね。ほう、どんな噂です。幻の高級ウイスキーレジェンドモルトがあると。ええ、置いてますよ。ぜひともいただきたい。私は無類のウイスキー好きでしてね。どうしよう。一番どうするって、謝るなら今しかねえだろ。俺弁償する金なんか持ってないぞ。金のことは謝ってからだ。あの客が安酒を飲めば大事になるぞ。すみませんが、レジェンドモルトはお出しできません。なぜです。私が一元の客だからですか。いえ、レジェンドモルトにふさわしくないお客様だからです。ほう、それは私がグッドダンディの編集長と知っての発言ですかな。グッドダンディ、マジか。なんだそれ。車でもレストランでも高級なものばかり特集する金持ち向けの雑誌だよ。非常に残念ですね。レジェンドモルトが飲めればグッドダンディでこの店を紹介しようと考えていたのに。書かなくて結構です。その手の話には興味ありませんから。いいえ、あえて書かせていただきますよ。このバーは客を襟好みする悪質店だとね。喧嘩を売ろうってんですか。そちらがレジェンドモルトの提供を拒んだのが原因でしょう。仕方ないな。拒んだ理由を話しましょう。うちのレジェンドモルトはある一人のお客様のためだけに仕入れたものでしてね。その人以外にはお出しできないんですよ。誰なんです、その客は。その昔、俺は一人の女性客に惚れちまいましてね。自分の気持ちを伝えようと決めて
レジェンドモルトを仕入れたんです。その女性が一度でいいから飲んでみたいと言っていた酒でしたから、俺はレジェンドモルトを置いて彼女が店に来るのを待った。だけどいつまで経っても彼女は店を訪れない。半年経ち、1年経った頃、彼女が交通事故で亡くなったことを風の噂で聞きました。うちのレジェンドモルトは彼女に捧げる弔いのボトルなんです。これでもまだうちのレジェンドモルトを飲みたいと。私は数々のバーを巡ってきたが、あなたほど粋なマスターは初めてです。実にグッドな、いやグレートダンディーだ。ボトルの中身がバレずに済んだ。それにこの先も永遠にバレることはねえ。これで一件落着だ。もうそんな問題じゃねえだろ。正直にマスターに告白して謝るしかねえよ。え？マスターの話を聞いただろ。あのレジェンドモルトはマスターにとって特別なものだったんだ。うん、それは分かってるけどよ。でも俺弁償するような金ねえよ。ナンバ一人で払えねえようなら俺も助けてやるよ。え、なんで一番が？前に難波から相談を受けた時点でマスターに謝るよう促すべきだったよ。だけど俺はうまくごまかすことを考えちまった。俺も難波と同罪だ。だから弁償を手伝わせてくれ。一番、お前なんていいやつなんだ。まあ、だけどそれに甘えるわけにはいかねえ。こうなったら意地でも俺一人で弁償するぜ。バカな客だったぜ。俺の作り話を鵜呑みにしやがって。作り話？惚れた客の女？そんなもんいるわけねえだろ。だったらなんでレジェンドモルトを出さなかったんすか？この店を始めるとき高い酒の一本くらい置いとかなきゃ格好がつかねえと思ってな。拾ってきたレジェンドモルトの空き瓶に安いウイスキーを詰めたんだ。ただの置物だよ。あんなバカ高い酒めったに頼む客はいねえんだが、たまに今日みてえなのが来るんだ。その度に同じ作り話で客を追い返してんのよ。ってことは難波がこっそり飲んだのはただの安酒？ハハハマジかよ。え？おめえら何の話してんだ？聞いてくださいよ、ナンパのやつが。言うな言うな、ダメだ。ほらマスターは仕事に戻って。おかしなやつらだな。いや、ついつい高級なボトルの雰囲気に飲まれて勘違いしちまったんだよ。わかるだろ、思い込みってやつだ。でも取り越し苦労だと分かってよかったじゃねえか。いや、だけどよ、こんな恥ずかしい話はないぜ。なあ一番、このことは絶対足立やさっちゃんに言わないでくれよ。頼む。分かったよ、内緒にしておくって。俺たちだけの秘密だぜ。なあ、その代わり一杯おごれよ。一番安いウイスキーをな。うん、任しとけ。
に見てる。ほら、かかってこいよ。よし。ほら、来いよ。よし、行くぞ。ほら。おい、来た。嘘だよ。放射しねえぞ。よし。してみろ。違うなら今の。おい、来た。舐めないでくれ。骨が折れそうだな。任務完了。
怖い話をしてもいいか。なんだよ急に。まあいいけど。昔コインランドリーで洗濯した服を乾燥機に入れたんだよ。残り5分って時に携帯が鳴ったんで外に出て話しててな。それでだいたい10分ぐらいで切ってランドリーに戻ったら、なんと乾燥機の残り時間が30分になってて、まだ乾燥が続いてたんだよ。何それ怖っ。延長でもしたのか。してねえよ。乾燥機なんて延長しねえだろ。おかげで俺のお気に入りの T シャツが縮んでピッチピチよ。来たけど。来たのかよ。そっちの絵面の方が怖いわ。喧嘩売ってんのか。何見てんの。礼儀を教えてやるよ。おい来た。やんのか。よし。かかったな。開けてみるか。やったぜ。うん。お。なんだ。お。うん。ははは。うん。ああ、うん、はい。うん、そう。わかった。あの、知ってます。所長のお気に入りの元ホームレスの春日さんご一行ですよね。乙姫ランドが営業停止になったから新しい職を探したいってことでよろしいですか。あ、はい。そのどうすればいいですかね。まず所長を通して以外のご利用は初めてかと思いますので、こちらの施設の概要を説明します。は、はい、よろしく頼みます。では説明します。と、まあこんなところですね。ご紹介できる職種は皆さんの経験や経歴次第で増やせるかと思います。ま、現状は少ないかと思いますが、それが現実ということで受け止めてください。は、はい。今皆さんに紹介できるのはこんなところです。変えるも変えないも皆さん次第なので自己責任でどうぞ。
なるほどな。こんな感じで職を変えればいいのか。転職をご希望される場合はまた私に話しかけてください。まあ転職は何度でもできますし、前の職種に戻すことも簡単にできます。これだと思う職を見つけるまでは気軽にいろいろ試してみてもいいかもしれません。分かった。なんだ、結構簡単なんだな転職って。いいえ、簡単に転職できるような仕事しか今の皆さんには紹介できないというだけです。転職も世の中もそんなに甘くはありませんから、勘違いのないよう。はい、肝に銘じます。説明は以上です。あと先ほど所長と話されていた横浜貿易工事でのアルバイトの件ですが、先方から採用 OK という連絡をいただきました。本当か。ええ、すぐに来てほしいということですので現地へ向かってください。作業場の倉庫は浜北公園のさらに北にあるんですが、歩いていくのは厳しい距離なので神奈駅から電車で行くといいですよ。わかった、ありがとうよリリカちゃん。また転職相談に来るからよ、これからもよろしく頼むぜ。リリカちゃん、まあそれが私の仕事ですから、お気軽にどうぞ。
最後の仕上げ。よいしょ。しゃあできた。このご恩は必ず返しますんで。ここをこうして、強くなった気がするぜ。また強くなっちまったか。強くなったか。よっしゃ。いらっしゃいませ。ありがとうございました。ことでも私の番ね。おい、来た。してみろ。俺の番だな。これで逃げるな。今のうちだぜ。Oh!
かってこいよ。俺の番ね。ほら来いよ。俺の番だな。やんのか。胃袋が溜まってるとカラスが荒らしちゃうから困るのよね。カラスもそれにかゴミス、まあ、これ言いがかり近い。余裕余裕。よし。許さないぞ。手加減しねえぜ。俺の番だな。おい、来た。なめんなよ。よし。それ。まだ成長できるとはな。またいい女になっちゃった？いらっしゃい。ありがとう。
そういえばこの辺に病気のカナコって娘が柿の実と自分の命を重ねているでかい木があったな。実はまだ無事か。ん？どしこーい！どしこーい！マジかよ。おい、あんた何やってんだ。ん？何って、見ての通りこの木でぶつかり稽古でごわすよ。なんでだよ。稽古だったらあんたんとこの相撲部屋でやればいいだろ。自分だってやれるものならやりたいっすよ。でも、もうそれもできないでごわす。ん？どういうことだ。自分のいる相撲部屋は小さな部屋で、親方と兄弟子と自分の3人しかいないんでごわす。稽古の相手はいつも兄弟子だったんですが、兄弟子は他の力士との飲み会に参加した時に、あろうことか一升瓶で頭殴られたんでごわす。一升瓶で。相手は酔っていて覚えていないとか抜かし取りましたが、そのせいで兄弟子は病院オフ、全治3ヶ月。自分は稽古相手を、大切な家族を失ってしまったんでごわす。だから春場所で兄弟子の仇は自分が取る。弔い合戦のため自分はこの木を相手に鍛えているんでごわす。別にあんたの兄弟子死んでねえだろ。あと悪いんだが、せめて他の木でぶつかり稽古をしちゃもらえねえか。その木はちょっとまずいんだよ。断るでごわす。横浜中の木で試した結果、この木が一番大きくて兄弟子に近い感触だったでごわす。こいつとだったら自分はもっと強くなれる気がするんでごわす。兄弟子どんなやつなんだよ。だから自分の稽古を邪魔するやつは誰であろうと許さんでごわす。いや、別に稽古を否定するつもりはねえが、この木になって弓を落とすわけにはいかねえんだよ。自分だって稽古を怠けて番付を落とすわけにはいかないんでごわす。どうしてもやめろというのなら、あんたに稽古相手になってもらうでごわすよ。
んと強そうだな。余裕余裕、私の番ね。やんのか。よし、俺の番ね。よし、行くぞ。邪魔すんじゃねえ。俺の番ね。ぶっ飛ばしてやめる。来いよ来いよ。とっておき、なめんなよ。当たれ、引き上げられ。こっち見ろ。なめんなよ。私の番ね。逃げるなら今のうちだぞ。かかってこいよ。引き上がれ。やってみろ。やるぞ。よし、行くぞ。舐めんな。やんのか。かかってこいよ。とっておきだ。どうするかね。やってやるぞ。は？やってやる。強くなった気がするぜ。また強くなっちまったか。強くなったか。よっしゃ。